からナビの装着へと行きます。弊社社長が、買ってくださったナビをつけさせていただきます。俺ちょっとね、電化製品しかで電気系統ちょっと車触れるんよ。でカラッツェリアの、何これ、AVIC-R17 です。では装着したいと思いますけども、必要工具は俺ね車に乗してるんですけども、マイナスプラスアイスピークで、8番10番、そしてガチャガチャ、どれを使うかっていうのはまあ開けてみてですけども、とりあえずはこんな感じでつけます。つけまつげ、つけまつげ、つけるつけまつげということです。片手でちょっと難しいんですけども、じゃあちょっとまさにちょっとお持ちで、片手ではちょっと無理やな。いいよ。取ってる、取ってる。右手がもう手上げてたの。はい。へい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 。新品じゃん。あ、でもディスプレイしちゃった。で、メーカーに動作確認やから。メーカーに動画、カルツイナに動作確認をしていただいて戻っていたものです。じゃじゃーん。ではこれをつけたいと思います。会社の車のトヨエースに、装着いたします。鍵は抜いてるんですね。抜いて、今現在は、カルツェリアですけども、カルツェリアからカルツェリア。まあ言えばカラカッツァルカっていう感じだね、言うたら。これをつけていきたいと思います。ではこの10番で物を外していきます。うん、これ4つ外しといて、うん、1個忘れてるのよ、どっかに。そういうボミスをおかしい。うん、星印で閉めて、開けて、閉め印で、姫印じゃん。今日もあかんの、ほんま滑舌があかんもん、今日。いつもやけど。あ、はい。はい。星型に言うてる、もう次縦行ってもんなの。ほんまに開きませんわ。もう眠たすぎ。タイヤのあれ取るみたいな感じ、ね、そうそうそう。別にそれは良かったんやけど、なんか今日はほんまにあかんわ。車の運転もちょっと長時間かかんな。はい、こんな感じです。ナビのあの画像を向こうにせんように、ね、ナビの画像ここに 逆にせんようにね。ああ、いや、そうやな。これもう SD カードさっき取っといた方がいいですよ。もう取ったもんな。と、うん、取ったでしょ。うん、取った取った。オッケー。 CD も入ってへんねんな。うん、入ってへん。オッケー。オッケー。はい、だいぶ配線ができてきました。こんな感じ、配線をね、はい、線ですか、そんな感じです。まあ電化製品と配線関係、そして人間の配線系統も分かっちゃいました。それはまた後ほど。はい、配線完了。では中へ入れていきますね。中へ入れる、入れたり出したりするで、一回確認、動作確認見るから、入れたり出したり、入れたり出したり。では。はい、取り付け OK です。取り付け完了。取り付け完了です。行きました。まあ、こんな感じですね。おっさんチャラいと見せかけても、ここまで行きます。はい。で、動作確認行きます。ここに好きな女の名前がバーン出てきたらかっこいいのにな。ドライバーやのにな。うん、消したら消方がいい、どうやろう。あ、消した方がいいかもしれない。はい、ちょっとセッティング置いてきます。通常モード開けて、うん、セットアップ、どちらのモード、どっちがいい、簡単おすすめモードでしょうか、うん、次へ手操作を、まあこれは後でも、それは入れる、後でも入れる、もう次な、とりあえずな、うん、後でも設定、もう後にします、後でします。学習機能登録、ん、うん、あれなんか接続状況かな、これちょっと違うの、下もたれ、多分なんや、
次さっき学習これや、ね、リモコンの設定をしてください。学習で EPC 取り除いてている。あ、 Bluetooth もまた次グローブ情報の送信設定、次へ。これいらんすね。うん、これはまあまたな、後で。はい、終了。はい、東京です。今東京で今ちょっと過ぎてますんで、はい、ここからちょっともう学習に入るから、うん、ということです。はい、ありがとうございました。ゲーン、ババ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 。はい、イルミネーション、はい、連動 OK、 ブレーキ OK、 アクセル OK、 関係ねえよ。じゃ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 ん。